おはようございます。おはよう。イベント参加中、キラキラください。おはようございます。おはよう。前髪キモすぎるんだけど前髪ってちょっと髪の毛キモすぎる。おはようございます。皆さんおはよう。ルカちゃんハートありがとう、ありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます皆さん、今日も一日よろしくお願いします。昨日は本当にすごく皆さんが頑張ってくださったおかげで、あと78万ポイントまで近づくことができました。なんか本当にびっくりでめちゃくちゃ嬉しいです。なんか本当にそう、100万ポイント差ぐらいついてたんですけど、78万ポイント差ぐらい縮めることができて本当にめちゃくちゃ嬉しい。78万ポイントも結構大きな壁だとは思うんですけど、大きいんですけど、でも本当に写真集出したいし、めちゃくちゃポイント縮まったし、だいぶポイントも伸びたから、もしよろしければキラキラとか持ってる方は1個でもいいので投げてくださると嬉しいです。お願いします。皆さんが投げてくださったポイントが私のポイントにつながるので、おはようございます。ちょっとこのすることだけしたら一瞬、ちょっと一瞬で終わります。おはようございます。ちょっと前髪決まるんですけど、よし、おはー、おはようございます。おはよう。みんなもしよかったら X で拡散お願いします。姉ちゃんがスピンでリニューラーの絵してるよって言ってください。昨日の夜とは全然違う顔面でリネ占いやってるよって、リネちゃんが誰かに憑依されて占いやってるよって。78万ポイント本当にありがとうございます。
今158万ポイントなんですけど、あと78万ポイントで7位になれるということで、まだまだ諦めてません。なので皆さん、もしよろしければ今日こそは7位になりたいです。あとこのイベントが89、あと2日間、今日含めたら3日間なんですけど、19時59分までなので、このイベントが9日の19時59分までなので、本当に諦めてないので、皆さんもしよろしければキラキラとかハートとかギフトとか投げてくださると嬉しいです。ありがとうございます。マーシー、おはようございます。マーシーさん、ちょっとタワーのお礼をさせていただきました。おとといにタワーをいただいたんですけど、昨日ちょっとお見えにならなかったので、ちょっとマーシーさんにタワーのお礼。マーシーさん、おとといタワーありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、ここまで来ることができたので、あと78万ポイントで7位になれるということで、まだまだ諦めてません。皆さん、今日も一日頑張りましょう。この配信は7時50分までやります。結構短め、7時50分までやるので、7時50分が来たら配信終わるんですけど、この朝の枠もねすごく大事なので、皆さんもしよろしければキラキラとかハートとかギフトとか、余ってるよって方は一個でもいいのに投げてくださると嬉しいです。お願いします。絶対に初心者出すんだから。じゃあちょっとリニューアルなやっていきましょうか。けんぴぴさん、ハートありがとう。りゅうちゃんうどん、ハートありがとう。王子くん、ハートのクッキーありがとう。けんちゃん、ハートありがとう。おはー、ぷかぷかハートありがとう。じゃあ一旦ちょっとギフト読もうかな。けんちゃん、ハートありがとう。とくりん、ハートのクッキーありがとう。マーシー、ハートありがとう。はるるん、ハートのクッキーありがとう。りゅうちゃんのハートありがとうございます。さとくん、ハートのクッキーありがとう。ひろみさん、ハートのクッキーありがとう。まいまい、ハートありがとう。るかちゃん、ハートありがとう。ひなっぴさん、ハートのクッキーありがとう。やすさん、ハートありがとう。おはようございます。今日もじゃあ一日頑張っていきましょう。じゃあリネ占いやっていくか。今日のリネ占い、よしよし、ちょっとねポチッと、何座があるか把握できてないからさ、いつもさ何座があるか検索してるんだよね。でも占いの結果はリネ先生に任せてるから、毎回違うんですけど、何座があるかはちょっと把握できてなくてちょっと毎回あれなんですよ、見調べてるんですよ、何座が、何座って一覧みたいな。よし、じゃあリネ先生用意させます。うわあ！ドゥンドレ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 。じゃあリネ先生、今日もよろしくお願いします。あ、今日もよろしくお願いいたします。あ、リネ先生、じゃあ今日は、お羊座からお願いします。
今日はおひつじ座の人はジンギスカンを茹でろらしいです。今日おひつじ座の人はジンギスカンを茹でるといい一日になるそうです。皆さんジンギスカンを茹でてください。ジンギスカンを食べるんじゃなくて茹でてください。ひたすら煮込む、ひたすら何時間だろう、16時間ぐらい煮込むそうです。もうお仕事がある人はジンギスカンを16時間ぐらい煮込まないとお必要の人はやばいらしい。気をつけてください。次、じゃあ次乙女座の方、乙女座の人、今日は乙女座の人は金魚触れらしいです。乙女座の人は今日は金魚を触れらそうです。金魚を触ったらいい一日になるそうです。ちょんって触ってあげたらいい一日になるそうですよ。次、双子座の人、双子座の人は眼球舐めをしてらしいです。今日双子座の方は好きな人の眼球を舐めるといい一日になるそうです。はい、なので皆さん今日は好きな人の眼球を舐めてください。しないと命が危ないらしい。あなたの絶対舐めろよらしいです。次、獅子座の人、今日は獅子座の人、獅子座の人はイエーとかって急に叫びやがれって言ってます。じゃないと命が危ないらしい。獅子座の人叫べ。あ、マーシーさん、ありがとうございます。おとといはありがとう。本当は昨日お礼したかったんですけど昨日お見えにかからなかったので、タワーありがとうございます。ちょっとこんなドスッピンで申し訳ない。ありがとう。うお、お魚座、お魚座のお魚座の運気はこの後言います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次、天秤座の人、天秤座の人、天秤座、天秤座は天秤座はうわ人を救えらしいです。天秤座の人は人を救ってください。人を救わないと命が危ない。あなたのだから今日は天秤座の人は人を救って徳を積みましょう。次、水亀座の人は水の中に潜っとれらしいです。水亀の人は今日は水の中に潜ってください。じゃないと命が危ないらしい。もうさっきから命が危ないらしいってどういうことですか。命が危ない、命が危ないらしいとか聞いたことないんですけど、命が危ないってのは命が危ないので、はい、そんな感じ。お、76万ポイント。嬉しい。ありがとうございます。さっきはね78万ポイントだったのが76万ポイントになった。嬉しい。もう絶対初心者出すんだから。まだまだ諦めてません。皆さんもしよろしければキラキラとかハートとかギフトとか持ってるギフト、もしあれば一個でもいいので投げてくださると嬉しいです。お願いします。今日こそは7位になりたい。次、サソリ座の人、私ですね。サソリ座、サソリ座は、チャイナ服を着ろらしいです。サソリ座の人は今日はチャイナ服を着てください。そうすることによってすごくみんなが幸せな気持ちになって叶えたい目標が叶えるそうです。私今日ちなみにチャイナ服を着るので、見ててください。今日8時からの配信でチャイナ服を着て、チーク菓子とかカラオケ配信とかしたりするので、リネチャイナです。なのでぜひ皆さん来てください。次、8位、魚座の人、魚座の人はって歌ったらいい一日になるそうです。はい、魚座の人はさっき歌った歌をそのままパクって歌ってください。しないといい一日になるそうです。次、ヤギ座の人、ヤギ座の人は
ヤギ座の人は羊、ヤギのうんち好きらしいです。あ、なんかヤギのうんちを掃除してあげてください。ヤギ座の人は牧場に行って牛さんやヤギのうんちを掃除してあげるといい一日になるそうです。次、伊手座の人。いや、伊手座の人はちょ、痛ぇってやってください。そしたらいい一日になるそうです。レイ先生、伊手座の人はちょっとそのまますぎませんか？伊手座の人で痛ぇってなるようなことしたらそのまますぎるでしょ。そんなの関係ない、俺が言ったことをやるだけだらしいです。みんな守ってください。次、カニ座の人。カニ座の人はカニ座はね、カニ座はカニ座は、まあ好きなように生きなさいらしいです。カニ座さんは好きなように生きてください。はい、でも一つだけやらなきゃいけないことがある。それはりねちゃんの配信を見ることらしいので、なのでカニ座の人はりねちゃんの配信を見るといい一日になるそうです。次、おうし座の人。最後、おうし座の人。おうし座、おうし座はね、おうし座、おうし座は草抜きをしろらしいです。おうし座の人は草抜きをしてください。そしたらいい一日になりそうです。はい、そんな感じで十二星座全部言い終わりました。皆さんは今日はどんなことをやったらいいって言われましたか？私は今日はチャイナ服、サソリ座なのでチャイナ服を着るといい一日になるそうです。はい、そんな感じです。チャイナ服持ってない、あ、買ってください。はい、買ってください。購入人生、ぜひ買ってください。チャイナ服を、はい、買ってください。持ってない方は買ってください。もうその通りにしないともう最悪なことになっちゃうから、私は今日チャイナ服を着ろって言ったからチャイナ服を着ます。はい、りゅーちゃんのハートありがとう、嬉しい。えいじくんハートありがとう、けんちゃんハートありがとう、ありがとうございます。みんな、りねたんハッシュタグ、ハッシュタグ写真集、りねたん写真集絶対をつけてつぶやいてくださったら、あのツイッターでこの配信を拡散してくださったらですね、この後いいねしに行くので、もし皆さんよろしければハッシュタグで拡散などお願いします。もう50分になったら配信終わっちゃうんですけど、12時からの枠はお絵かきとかをしたいと思います。20分間。お絵かきします。ハートのクッキーパンパンありがとう。じゃあ48分なので一旦断じ読もうかな。じゃあ13位マイマイありがとう。13位、あ、変わっちゃった、また。じゃあ13位ルコポコありがとう。12位トクリンありがとう。11位クレモありがとう。10位エイジありがとう。8位9位ポンポンありがとう。8位ヒロミさんありがとう。7位ケンピピさんありがとう。6位佐藤くんありがとう。5位リュウちゃんうどんありがとう。4位ひなぴさんありがとう。3位ケンちゃんありがとう。2位王子ありがとう。そして1位がドゥルルッパンハルルンです。ありがとうございました、ありがとうございました。ということで皆さん今日も一日頑張っていきましょう。すごい、160万ポイントになった。あと76万ポイントまで近づくことができた。ちょっと本当にマジで嬉しい、ありがとう。この配信50分になったら終わっちゃうんですけど、今日は12時から、12時20分お絵かけ配信をして、で8時から21時20分はチャイナ服でチーク菓子を作ったりとか、23時からはカラオケ配信とかしようと思うので、ぜひ皆さん来てください。もう諦めてません、全然。写真集の夢、絶対に3位以内に入って写真集出すんだから、みんなよろしくお願いします。いっぱい拡散してください。ハッシュタグ、あ